徹夜党作品37は、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラフマニノフが1915年に作曲した、聖教会の方神霊音楽である。聖教会の抗議等の形式の一つである徹夜党に、基づく作品であり、1910年に作曲された、聖コンクイオアン聖体礼儀作品31と並ぶ、ラフマニノフの方神霊音楽の大作である。 無伴奏の根性合唱のための作品で、歌唱は、教会スラブ語によって行われる。日本では、伴奏と呼ばれることも多い。これは、必ずしも誤りではないが、鉄や、等と訳す方がより正確である。同時大臣の証言によると、ラフマニノフはあまり、信仰に厚い人物ではなかったとされているが、もともと彼の創作において、聖教会成果の旋律は主要な着想の、 厳選だった。彼のロシアの教会音楽との関わりは、モスクワ音楽院在学中に受講した、スティパン・スモレンスキーの講義に遡る。スモレンスキーは、すでに1897年には彼に、聖コンクヨアン聖体礼儀への作曲を進めており、1909年に、永民する直前には、アルハンゲリスキー聖堂の聖記書に案内し、 そこに保存されている古い楽譜の写本を閲覧する便宜を与えていた。スモレンスキーから受けた訓党は1910年に、聖魂区を安政大礼儀として結実していた。徹夜等は、その5年後の1915年初頭にわずか2週間、足らずのうちに書き上げられた。ラフマニノフはこの作品をスモレンスキーの思い出に、検定した。 初演は1915年3月23日に、ニコライダニーリン式のモスクワ政務会員、合唱団により行われた。評論家からも、聴衆からも温かく迎えられ、月に5回以上も再演されるほどの成功を収めた。ラフマニノフ自身にとっても、合唱公共曲金と並ぶ会心の作であり、第5曲を自分自身の葬儀に用いるように、要望していた。 しかし作曲から2年後の1917年には、ロシア革命が起こり、無心論を掲げるソビエト連邦の体制になると、宗教音楽の演奏は禁止されるようになった。一方ラフマニノフが生活の拠点を移した西側諸国でも、正教会の方針霊音楽が日の目を見るような状況にはなく、この作品は作曲後間もなく、渦漏れた状態になってしまった。 この曲が再び脚光を浴びたのは1965年にアレクサンドル・スベシニコフ式ソビエト国立アカデミー、ロシアが唱団によって録音された時のことで、これがソ連時代を通じてペレストロイカ以前に許可された唯一の正教会成果の録音だった。ソ連の崩壊以降はこの作品が演奏、録音される機会も多くなってきている。教会の方針例に実際に使われることも、 稀にあるが、徹夜党に100人規模で参考者があるほどに相当に、大規模な教会でなければ実現不可能な難局である。聖教会の方針霊祝文のうち、徹夜党を構成する3つの部分に曲付けされている。第1局から第6局までが、晩化。第7局から第14局までが総化。最後の、第15局が第1次化に対応する。来たれ我らの王、神に、 我が霊や主を褒め上げよ悪人の計りごとに行かざる。人は福なり、聖にして、福たる常性のある天の父主さや今何時のことに、従い性振動定助や喜べよ思考期には、公営主の名を褒め上げよ主よ何時はあがめ褒めらる。ハリストスの復活を見て我が心は主をあがめ、思考期には、公営神に返し今救いは世界に及べり何時は、 墓より復活姿勢新女やが東南寺の牧秘は三四根性四部合唱のために作曲されているが多くの場合に西部数は三世から八世まで変化する西部がたくさん分かれている場合でも男性と女性が同じ旋律副旋律を歌って厚みを加えているなどボルトニャンスキーの合唱コンチェルトをはじめとするイタリア由来の合唱性化作法と 伝統的に行われていた単声聖歌への3、当社おのおのの発意による加星付け商法とを融合させている。伴奏楽器を用いないのは、聖堂内では、人声以外の楽器を使用しないという聖教会の監修による。ラフマニノフは15曲のうち10曲を聖教会の聖歌に基づいて作曲している。第7番、第8番、第9番、第12番、第13番。 第14番がズナメニ聖歌、第2曲と第15曲がより老少的なギリシャの戦立、そして第4曲と第5曲がキエフ聖歌である。一方、第1曲、第3曲、第6曲、第10第11曲の敬語曲はラフマニノフ自身の創作で、作曲者自身はこれらを意識的なでち上げと呼んでいた。もともとラフマニノフは、 教会の鐘の音を思わせる重厚な和音を用いたり、聖教会聖歌の旋律を引用するなど、ロシア聖教会の音楽的伝統に強い影響を受けつつ創作を行ってきた。本作は、朝敵ながらもしばしば、西欧の伝統的な家政法から逸脱しており、旋律は先方的である。リズムは自由に伸縮し、しばしば表紙が指定されておらず、 民族音楽にありがちなパルランドな旋律法が取られている。西欧的、合理主義的と言われる、モスクワ学派の出身でありながら、ラフマニノフが誰よりも、民族色濃厚な宗教曲を作り出したことは興味、深い事実であり、私的で鋭敏な感性を持って古い伝承、単語へ成果を大時代な現代へも通じる形で、提供した功績は大きい。ありがとうございます。